玉川習字教室の玉川雄吾です。今日はですね、日本習字生徒部小学1年生のですね、12月号書き初め教書課題をですね、書きながら説明をしていきます。今回ですね、大きな紙に書いていきます。1年生は餅つき、はい、この課題を書きましょう。はい、このですね、大きな紙ですね、画線紙に書くときはですね、紙の真ん中にですね、大きく元気よくですね、書きましょう。そして文字の大きさをですね、揃えて書いていきます。またですね、名前も丁寧に書きましょう。名前はですね、半紙課題で書くときよりも少し大きめに書きます。はい、で今回のこの課題はですね、この「も」の払い、この「ち」の払い、「つ」の払い、はい、こちらはですね、向きをよく見て払っていきます。また木ですね、はい、ここは鼻を長くするような、ちょっとこうね、沿っていくように書いていくということと、この間ですね、広さをよく見て書いていきましょう。また地をですね、ここ一度筆を止めてからですね、向きを変えて書いていきます。そういったところにですね、注意して、では早速ですね、書いて説明をします。大きさはですね、この端にですね、線が見えますね。はい、そこが横の長さだとですね、思って書いてもらうといいですね。はい、では、も。はい、丸く、ナスのように丸くして、ここ上にも、こう払って、そして、少し下に下がるようにして、で、ここ止めて払って、で、止めるという書き方ですね。はい、ち、横長く、この線と線の長さ、はい、右上がりで、はい、長く、はい、中心よりも左に書き始めます。左から、で左下に、はい、この線とこに来て、こう押さえて、もう一度押さえて、こうで下に向かって払っていきます。1、はい、そしてつ、はい、右上がりで、はい、ここ下に向かって払っていきます。はい、最後木ですね。横画の長さは長すぎないようにしましょう。右上がり、はい、押さえて払って右上がりで同じ方向で、はい、次はちょっと反っていくような感じで、ここ、この一画目より右に出て止めて、で払って、そしてこの二画目の書き始めのところに軽く入って右下に、で中心は、中心の広さに注意して書いていきます。はい、このようにして書いていきます。払う方向をよく見て書いていきます。木のこのね、真ん中、広さをよく見て書きましょう。はい、今日は以上です。